応募者引っ掛け応募者引っ掛けね校長先生がやったらどうっていうあれで そんな軽いって言ってたのそうなんだよめっちゃ軽いじゃん校長先生演劇好きなのわかんないおいおいわかんないんかよそういう動きはどうなんだよだってあのね私はね小さい頃、まあ、小学生ぐらいの頃にね一回応募したわけよでめっちゃ楽しかったんやけどその時人との関わりとかそういうのを小さいながら感じることができて小さいながらそう小さいながらでその後もどんどん応募したわけよで応募するにつれて応募すれば応募するほどどんどん楽しさも増してってまあそんな感じで週末もよし今回も新しい友達とかできそうやで入ったろうみたいな感じで入ったわけよそれがきっかけじゃあ次流れ的に学校で配られたチラシを見て、うん、あこんな世界があるんだと思ってこんな世界どんな世界演劇界っていう世界を知って演劇界一回やってみようかなそう主役ちょうど俺たちじゃんでやってみたらこんな風になっちゃったんですこんな風になっちゃったこんな風言うてこんな風そういう亮太はどう僕はね一回カニボムやってからその次また次もやるからってやった意外とあっさりしてあっさりあっさりでまあせっかくやるなら主役のやつ応募してみようかで、うん、このありさまこうありさま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 やな結構大変やけどじゃあ大鳥りじゃあ大鳥僕は一応お姉ちゃんがオーケストラと我が町をやってそれから僕はやろうと思ったんだけど、うん、本当に主演であるとは思わなかった僕はサブキャストが面白いで、このありさまそうだからそれを流用する